こんにちは。こんにちは。アクネツ YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今回はミュージアムアークの店長ドブリ店長と一緒にホワイトハウスコックスアクネツ別注のお財布をご紹介したいと思います。はい。では早速ホワイトハウスコックスの別注のお財布を紹介したいんですが、はい、まずはじめにホワイトハウスコックスお財布だけじゃないんですよね。そうですね、はい、かなり広いです。こういう、まあ、キーホルダーそうね、タイプだったりとか、はい、カラーのバリエーションすごく多いんです。6色ですね、ありますね、はい、あとはこういったベルトもスタッフでホワイトハウスコックスのベルトも持ってる多いですよね。スタッフ多いです。そうですよね、はい、でまだ出していないんですがこれだけじゃないんですが、はい、他に、まあ、お財布のバリエーションがすごい多いのと、はい、あとはキーホルダー、カードケース、あとはもうレザーの小物たくさん取り扱っている中でなぜこうホワイトハウスコックスって客層も若い方からご年配の方まで幅広いお客様がに支持されているブランドなんですが、そうですね、はい、登選手ホワイトハウスコックスのもう簡単魅力というか、はい、そういうのって一体何なんでしょうか。高品質なレザーを使用したさまざまなレザーグッズというのをやっぱりバリエーション広く展開しているっていうのと、あとはまあ約140年間歴史を持ってまして。140年ですね。そうなんです。で、まあ、最高の素材を経験豊かな職人が、製品に仕上げているっていうので支持を得ているっていう形になります。そんな140年の歴史があるホワイトハウスコックスにアークネッツが別注したんです、ね、そうなんです。アークネッツ25周年っていうところもあって、はい、メーカーさんの方に作らせていただいたっていうのがあります。アークネッツが別注したお財布がこちらですね。こちらです。コンパクトウォレットです。はい、はい、コンパクトウォレットです。この別注のポイント、見た目はすごくシンプルなウォレットなんですが、こうどういったところ別注ポイントなんでしょうか。特別に表側と内側ですね。内側ですね、はいはい、こちらの革を変えていただきました。革が違うんですか。革が、はい、異なってます。表側は馬革ですね。馬革ですね、はい、馬革を使っていて、はい、この内側に関しては牛側、はい、牛を使ってます。馬のレザー、ホースレザーって割とこう希少価値が高いようなイメージがあるんですが、はい、いろんなブランドでもホースレザー使われてね、すごく今希少だっていうふうに言われてる中で別注できるっていうのはすごいですね。そうですね、やっぱりホースレザーもちろん希少性もそうなんですけど、はい、やっぱり馴染みがいいのと、はい、あとすごく肉厚なんですね、革自体も、はい、で非常に柔軟性を持っていて使い勝手がいい、もうガンガン使えるっていうところが支持を得ているっていうところと、はい、こちらブライドルですね。あ、もうホワイトハウスコックスのレザーといえば、はい、ブライドルレザーのイメージがありますね、はい、こちらもやっぱり通年人気の革で、はいはい、経年変化も楽しんでいただけます。経年変化も楽しめるお財布、はい、これはもう男性のレザー好きならたまらないです、ね、そうですね。これやっぱり魅力はこう表側とライナーの革、ちょっとそれぞれ異なった革を使っているっていうところと、 あとは他に何かブッチポイントはありますか。形自体がもう、あ、はい、すいません忘れてました。まず最初に言えばよかったんですけど、この形自体がホワイトハウスの中では展開のない形になってます、はい、ホワイトハウスじゃこれはないんですね。ホワイトハウスではない形なんですよね。なるほど、はい、すごいですね。やっぱりコンパクトに作ってるっていうところがまず一つ、はい、なんでポケットにすっごいすぐ入っちゃう、はい、ジャケットの内側のポケットにもすぐ入る、はい、でもちろんこうデニムとかポケットに入れる方も多いじゃないですか、はい、特に男性なんかはあまりバッグを持ち歩くっていう方は、まあ、いないわけではないんですけど、はい、バッグ持たないっていう方もすごく多いイメージがあるの で、 そ う、 です、ね、そういった方にもすごくおすすめですよね、はい、ただ心配なのがコンパクトなお財布ってもういろんなブランドさんで展開してると思うんですが、うん、僕もそうなんですけど収納力がすごい心配なんですよね。あー、なるほど。カードもたくさん入ってお札も1枚ずつも折らずに入って小銭もしっかり入ってそういうお財布を探そうとするとどうしても大きくなっちゃう、はい、このお財布は収納力はいかがでしょうか。収納力も削らずにできるだけコンパクトに作ってるっていうところがあります。一応まあこちらカード室なんかは5室ございまして、で中にはそのパスケースですね、こういったものも入っている。これはすごい便利ですね。はい、そうですね、はい、こちらはまあ本当視認性も高くてこれだけ取り外して使うこともできます。はい、はい、いや便利だ。スイカとか入れるときに、ね、そうですね、はい、で一応それに加えて、フリーポケットですね、はい、
小銭入れの裏側の部分にこちらフリーポケットがこちらですね、はい、あるっていうのと、はい、その反対側のカードポケットの方ですね、こちらの裏側にもフリーポケットが入っております。じゃあもう割とこう見た目以上にもう収納力があるお財布ですね。そうですね、はい、まあ、見せたくないカードなんかも中に入れていただいて、このコインポケットもしっかり間違えるんですね。そうですね、非常に視認性も高いですね。間違える分取り出しやすいっていうのと、はい、もう一目で分かる、はい、機能性っていうのが備わってます。すごい使いやすそうです、はい、小銭の取り出しもストレスなくできそうです、ね、そうですね。あとは一番困るのが1万円札なんです。特に海外のブランドのお財布とかだと、はい、日本の1万円札はちょっと折らないと入らないとか、あ、なるほど、そういうケースすごい多いんですけど、はい、こちらのお財布は1万円札はどうなんでしょうか。1万円札はそのまま入ります。じゃあもう安心ですね。安心で、お問い合わせもすごく多いです。お財布のお問い合わせ、1万円札入りますかっていう方多いんですけど、はい、もうこのお財布でしたら安心して1万円札も収納できます。はい、お待ちください。で、やっぱりこれだけレザーこだわってるブランドだとどうしてもちょっとお手入れが心配になるんです。特に表側ホース、こちらが牛革、はい、そうなるとちょっと僕なんかはお手入れの方法を変えた方がいいのかなっていうふうに思っちゃうんですけど、はい、その辺はどうなんでしょうか。非常に楽なんですよね。あ、そうなんですか。ケア自体が、はいはい、当店でホワイトハウスコックス純正のクリームを用意してますので、はい、薄く塗っていただいてちょっと時間を経過させていただいてからクロスで拭き上げていく。基本的にはそれで大丈夫です。なるほど、すっごい簡単ですね、はい、めちゃくちゃ簡単。しかもクリームもミュージアムワークでお取り扱い、はい、ございます。お手入れに困ったらもうミュージアムワークのスタッフに気軽にお問い合わせいただければ、はい、しっかりお答えしてくれるということですね。もちろんです。ぜひぜひ、はい、何かあったらいつでもミュージアムワークのスタッフにお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。お財布って長く使いたいじゃないですか。はい、もうずっと長く使いたい。僕なんかも割ともう5年6年ずっと同じ財布を使うタイプなんですけど、まあ、愛着湧きますからね。そうなんです、毎日使うものなので、うん、ただそうなってくると心配なのがスナップボタンがちょっと壊れちゃったとか、 あとはお財布の縫製のステッチがちょっとほつれちゃったとか、うん、そういう時ってミュージアムワークにお問い合わせすればいいんでしょうか。このお財布だけじゃなくてホワイトハウスコックス自体がアフターケアというか修理だったりとかも承れますので、はい、何か使っていて不安なことだったりとかちょっと聞いてみたいことがあればお問い合わせいただければ、はい、はい、アークリッツでしか買えないこちらのホワイトハウスコックス、購入してからもしっかりアフターケアに関してはフォローさせていただくので長く愛用できるお財布ですね、はい、あとはエイジング、エイジングレザーだとやっぱりレザーの魅力だと思うんです。エイジング、うん、経年変化、はい、このお財布も経年変化楽しめますか。そうですね、ちょっと経年変化分かりやすいように、はい、3年ほど使ったサンプルお持ちしました。こちら表側がホースレザーっていうふうにお伝えしたんですけど、はい、この表側ですね、はい、一応こちらがホースレザーの、3年使用したものになります。これ3年ですか。はい、これは登り店長の私物ですか。これはスタッフの私物。あ、スタッフの私物なんですね、はいはい、いやでもすごい3年使ってすごい艶が出ますね。ツヤ感とあとは先ほど申し上げたちょっとした傷っていうのはどうしても入ってはしまうんですけど、はい、逆にそれがなんか自分の証というかまあ自分が一緒にこの財布と歩んできた証明じゃないですけど、はい、あのすごく愛着持って使えるという部分ではあるので、はい、そういうのが革好きにはたまらない。そうですね、ですよね、はい、いい感じに経年化しました。この革も、3年使えばこういうふうな美しい光沢が出てくる。そうですね、はいはい、あともう一つありますね。もう一つがブライドルですね、はい、これがブライドルレザーの、はい、内側に使われている革のちょうど内側の革ですね、はい、こちらの方が色が分かりやすい。なるほど、まあ、こちらが使っているのはちょっとつるっとした質感っていうのがやっぱり先ほどよりも強くなってくるっていうのと、やっぱり明るめのカラーであればちょっと色の変化が楽しみやすいものになっているので。もともとこのお財布は何色だったんですか。あ、このお財布はそちらのニュートンというこれが、はい、こうなってくるんですね。このカラーがこういうふうに変化します。なんかちょっと違う、同じ革とは思えないぐらいエイジングがかかってますね、はい、そうですね、はい、非常に趣があるというか、うん、はい、このちょっと濃いめの
お色のお財布も使い込んでいくうちに、ここまではいかないと思うんですけど、ちょっと濃いめのカラーリングにちょっと変化していくのでしょうか。そうですね、元のカラーがちょっと薄めではあるんですけど、あのツヤ感だったりとか色の変化っていうのは感じやすい、あの革の色になってますね。これは本当長く使ってからこそかっこよくなる。そうですね、やっぱり新品の状態よりもやっぱご自身で使っていって、変化を出していただくっていう方が一番かっこいい、お財布になるかなと。やっぱりレザーってその人のこうライフスタイルが現れるものだと思うんですね。はい、そうですね。僕もやっぱりレザーが好きなんですけど、僕は割とこうそこまで神経質じゃないので、雑多に扱っちゃうんですけど、まあ、それがこう革にも革の表情も出てくるし、こう繊細な人はもうお手入れもこまめにやるので、そういった方の繊細なレザーに仕上がると思うので、それぞれ持つ人の個性に合わせたエイジングが楽しめるお財布、ぜひおすすめです。ミュージアムワークでしか買えないんですもんね。これはもうこれはうちだけでしか買えないです。そうですよね、ミュージアムワークだけになってます。140年の歴史があるホワイトハウスコックスに別注したこちらのお財布、ぜひ特にあの年の瀬なんかはお財布買い替えを考える方すごく多いんですよね。そうですね、やっぱり、ご自身でももちろんそうなんですけど、あのギフトとしてももちろん選ばれることが非常に多いブランドなので。クリスマスですね。そうなんです、はい、もうクリスマス、それに合わせてミュージアムワークの方でもフェアを12月の24日まで開催しておりますので、ノベルティだったりとか、特典もお付けしてイベントを行っております。あのたくさんこう種類が豊富なイベントなんですね。バリエーションももちろんそうですし、お買い上げのお客様にあの差し上げるノベルティなんかもご用意してます。楽しみですね、はい、フェアはいつまで開催してるんですか。12月24日です。クリスマスですね、まさに、はい、なるほど、クリスマスまでイベントをやるっていうのはなんかもうさすがですね。ありがとうございます、なのでクリスマスギフトにもすごくおすすめ、はい、特にこちらのカラーは女性でも全然お使いいただけるカラーですよね。そうですね、あの男性女性で、持っていただいてもいいと思いますし、なんでペアであのお財布、同じお財布をちょっと交換しながら、プレゼント交換してもいいですよね、そうですね、プレゼント選び難しいと思うんです。何を渡そうかなっていう時にはぜひこちらのお財布ギフトとしても おすすめですので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、こちらのホワイトハウスコックスのお財布ご紹介させていただいたんですが、小堀店長いかがでしたか。楽しかったです。小堀店長ずっとホワイトハウスコックスを、もう 何年ぐらいですか。もう10年以上ですか。もう10年ぐらいですかね。見てきている中での満を持しての別注のアイテムなので、もちろんあのホワイトハウスコックス別注だけではないんですが、気になる方がいればお気軽に小堀店長にご相談ください。ミュージアムワークまでお願いします、何でも答えてくれるんで、はい、今回は終了させていただきたいんですが、ぜひこれからも YouTube でいろんな商品をご紹介していく中で、 YouTube のチャンネル登録だったりとか、あとはグッドボタンですね、あとはお気軽なコメント、何でもいいのでコメントいただければと思いますので、お気軽にコメントしてください。それでは本日はありがとうございました。ありがとうございました。